こんにちは、ドクターネックスです。今回は、結構ね、僕待ってたんですよ。キャラ獲得パスの、この選べる星5確定ガチャチケットパックエディション2枚ありまして、先月待ってたのは、このね、スタークを選びたいなと。そして、リルカ。この2人がですね、強攻撃、ダメージアップとクールタイム短縮っていう2つを持ってるキャラクター。あとはどうしようかな。ここが、地属性の体力最大値っていうのと、宇野花さんが結構優秀で、転生すると、強攻撃クルタイム短縮にさらに体力最大値がつくというので、なかなか熱い。それを言うと、即属性で、月島さんも通常20に体力最大値がつくと。どうしようかな。この2体は決めてたんだけど、俺これってこういう予約ついてんのか。しっかり上げればこれでもいいか。転生で今何がついた？麻痺か。さあ、もう一個何にするか、悩ましいとこではある。そっか。応援用に、この、クールタイム短縮に通常攻撃ダメージアップがつくっていう、この優秀な、この3体にしましょうかね。リルカはスタークがいいと思ってるから、きっと、ウルルが来る。クリスマスは嫌いじゃないわよ。サンタは可愛いと思わないけど。グッド。これで何体目だっけな。リーチ。じゃあもう一回同じ選択で。選んだまんまなってる。とっとと終わらせて城に帰るぜ。あんたと一緒にね。僕ね、いつぞやのね、選べる一発で200もらえるとかいうので、その昔スタークをもらいまして、まあ、今結果としては2で、今回パックの購入と今のでこれまたリーチ。はい、来月が楽しみ。配信まるで意味ねえな。ウルウルは3ぐらいだったっけな。そうね。まあ、今後はこの3体を選んでレベルマに持っていきたいなと思っております。ここら辺の、満喫パスとかのチケットは、まあ、また今度ですかね。
貯めとこうと思います。はい、今回はじゃあここまで、またチケットを貯めて頑張っていきたいと思います。そう、生放送で聞かれたんですけれども、新しい工場のガチャが来たんで、ブレソルガチャチケットと使いますかって言われたんですけど、使いません。僕は6周年に全部貯めておこうと思います。星4以上確定ガチャチケット、ブレソルガチャチケット、いずれも、6周年まで取っておくつもりなんで、一体何枚貯まるかなというところです。さあ、今回はここまで。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。